森巻基地森館基地5月3日から1939年7月12日は日本の教育者。石川県金沢市に岐阜区毛院員創設者、森巻耳の長男として生まれた。第4高等学校を経て1904年東京帝国大学文科大学英文学科を卒業。第1高等学校食卓として新国留学生の英語授業を担当した。 1909年、第一高等学校教授に就任し、1922年から翌年にかけて欧米に在留した。1927年、松本高等学校校長となり、1929年には第一高等学校校長に転じた。1937年に退官した後は、法政大学文学部長、同校等師範部長を務めた。 東京帝国大学では、小泉役も夏目漱石の教えを受け、1903年から1904年にかけて漱石の講義を筆記したノートが、東京大学総合文化研究科、教養学部駒場博物館に保管されている。漱石とはその後も交流が続き、うまきという画号を授けられている。また、1907年には、帝国文学に漱石の影響を受けた。 小説、歌尺を発表した。ニューカレントリーディングズマキイチ、全訳スケッチブック原文つまびらか中上下巻。ありがとうございます。